ジョン・ローリー・モットは YMCA の元指導者、ニューヨーク州リビングストン生まれ、1946年にノーベル平和賞受賞、エディンバラ選挙会議の議長として活躍した。20世紀において最も影響力のある宗教家の一人であったと言われる。1865年にニューヨーク州のリビングストンマナの農園で生まれた。16歳で家族から離れ、 メソジスト系のアッパーアイオア大学で4年間学んだ。その後、ニューヨーク州コーネル大学に進んだ。在学中に J.E.K. スタッドの講演を聞いて政治家になる夢を捨て、献身を決意する。マサチューセッツ州マウント・ハーモンで開かれた大学生のための夏季学校でドワイト・ライマン・ムーディーや A.T. ピアソンの説教を聞いて眼科を受け、献身を表明した。 ことの時の世界選挙の祈り会が国外選挙のための学生ボランティア運動の母体になった。1889年にコーネル大学を卒業したモットは YMCA の働きを中心として世界の学生キリスト教運動や世界教会運動の指導者として活躍する。そして1910年エディンバラで開催された世界選挙会議の立役者として活躍した。 選挙会議が閉会後、継続委員会を設置して、もっとはその委員長として、会議の精神と成果を世界に伝えた。これが世界協会協議会になっていく。1913年にエディンバラ選挙会議の継続委員長として来日したとき、日本の協会指導者たちに共同伝道の提案をし、2万円を寄付した。 日本の教会はこれを受けて、諸教派が協力し合い、3年間の全国規模の伝道集会である全国共同伝道を計画した。1914年から実施され、77万7千人の改修を動員し、2万7千人の決心者を生み出した。このことにより、大正期の日本の教会は一気に飛躍する。合計10回来日し、 1925年と1926年の来日の際は、日本の財界政界の指導者を招いた初集会でも講演を行い、大きな影響を与える。1929年に本政府から国一等随法賞を贈られた。1946年に、モットは、絶対非戦論者のイージー・ボルチと共に、ノーベル平和賞を受賞する。 1954年にエヴァンストンで開かれた世界協会協議会に89歳で出席し、ジョン・モットが死んだなら彼を伝道者として覚えよと発言した。ありがとうございます。